はい、本日は3月5日です。はい、今日もまたですね、定点観測したいと思います。はい、これがですね、まあ4メーター20ですね、高いところのラインが。はい。はい、本日はね、ものすごく天気がいいんですが、でお昼ですね、お昼なんですけれども、ここちょっとね、ちょっとこう地面が凍ってる部分があります。やっぱ日陰はね、まだ結構地面凍ってるんですね。危ないですね。であとこうポタポタとね、雫がね落ちるようにもなっているんですけれども、それでもね、つららもまだあります。つらら、はい、このようなね形でちょっとなかなかあんまりこういうところつららをじっくり見る動画もないと思いますんで、ちょっとこれ坂道を下りつつね、雪の壁がこんな感じですよっていうのをちょっと、じっくりと見ていただこうと思います。はい、こんな感じのつららありますね。これなんかはつららからポタポタとこう水がねちょっと落ちていってますね。見えますね。はい、あ、こうなってんですね。はい、自分もあんまりこうつららがこうね落ちてるところを見ることあんまりないんですけど、これが凍るとつららになるんですかね、こういうポタポタ落ちてるのが。はい、まああんまり大きいつららは今ないですね。そしてここがね、結構注意ポイントなんですけど、かなり滑ります。ここが結構坂で、あまり滑りませんでした。ここは結構坂で初通ってるんで、ここが結構滑ります。はい。日陰なんでね、日向に出ると途端に全然滑りません。日陰はもうすごい滑るのに、日向は全然滑りません。はい、なかなかすごいですね。はい、でということでね、今日もすごいいい天気でした。はい、以上で動画は終わりたいと思います。どうもありがとうございます。